屋圭一の辛口愛車チェックのコーナーですよっ。始まりました。始まりました。これさ、今回は、はい、トヨタのハイラックスを土屋さんには、見て乗っていただいて、それを10点満点で評価をしていただこうと。こちらの今回ハイラックスを作り上げたのが、はい、アフターパーツメーカーのトラストの川島さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トラストといえばグレッティ。グレッティですね。でこれは、はい、そのノーマルのハイラックスと何が違うんですか？ですね、まあ、車高は見た通り違いますよね、はい。あとはまあトラストといったらやっぱマフラーということで、はいはい、まずマフラーをトラスト製で変えてあります、うん、はい。あとは、エンジンルームの方でエアクリーナーと、うん、新しくインテークパイプ、それをちょっと今回開発して、はい、今、まあ、まだ製品前なんですけども、はい、一作品をつけて、今回持ってきてます、はい。グラベルとか走った方がいいんじゃないですか、ね、そうですね。でトラストさんのこちらねハイラックス今ね紹介させていただいて、ね、土屋さんに今乗っていただいてるわけなんですけど、これサスペンションがすごくあのベッタのサスペンションが入ってたりとか、うんうん、すごいこうお金のかかった足回りなのかなと思うんですけど、まあね、確かに。それでも60万でここまでできるんだったらすごいリーズナブルだと思う。それは後ろから見てても感じるところっていうのあったりするんですか？思ったよりねロールしてない今のところは。確かに車重がね2トン以上あって車高も高くなってるじゃないですか。そうね。そうすると確かにロール量はすごい少ない気がしますよね。そうね。だから足回りがしっかりしてるんじゃないかな。うん。なんかギャップに対してもなんかすぐにこう収まってるというか、あんまりこう、まあまあまあ、確かに大きく動いてもスッてこう収まってるような感じに見えますよね。意外と安定感あるのかもしれない。はい。まあでも履いてるタイヤがオープンカントリーだからそんなに攻められはしないと思う。はい。グラベル用のタイヤですか。おすげえ、すごい今黒煙があとマフラーもサイド出しでこだわりのポイントだっていうことも ね、あの以前お伺いしたこともあって、でも逆に150で全部これできるんだったら割と高いかもしれない、はい。まあ、あの外装周りもかなりカスタムされていて、あのドア下のところ の、 あのラダーって言えばいいですかね、 あそこもオリジナルで製作されてるので。 あれオリジナルなの、はい、商品じゃないんだ。なのであれも、あ、いや商品にはなるらしいんですけど、はい、かなりかっこよく、あの下が黒なんでより締まってね、うんうんうん、かなりかっこよく外見もなってますし、中身の部分も給排気も変わっていて、マフラーも変わっていてっていうところで。なるほどね。でも結構目線が高い車って乗ってて疲れないんですよね。楽ですよね。そうそうそう。さあギャップポイント、全然何事もない。何事も起きてないですね。いやでも本当今ね速度域的には一般道プラスアルファぐらいの、まあね、そんなねすごく飛ばしてるわけでは、いやでも結構行ってますね。土屋さん楽しんでますね。ギャップが全然問題なく走れてる感じですね、はい、すごいな。全然ロールしないんだな。そうですよね。でも足はでも動いてますよね、明らかに。はい。ちょっとロングコーナーでロールするけど、でもまあ全然気にならない程度です、はい。なんか普通のよくあのミニバンとかこういうあと SUV 系の車と比べても全然ロールはしてますけど、車体が大きく動いてないのがなんか不思議な感じですよね。全然動いてないですよね、車が。なんかね、しっかりしてる、はい。いや、なんか後ろから見てて足は動いてるんですけど、ロールしないんですよね。そう。そう。なんか見てて、あ、なんか安定してるなと思いながら見てたんですけど。うん、そう、足はさ、硬、はい、いんだけど、はい、そんなに不快な硬さではない。あ、はい、もうだから俺のこう先入観念でさ、トラックでしょ。あ、はいはい、の乗り心地悪いよなと思って乗ったら、はいはいはい、思ったよりはいい。硬いんだよ、硬いんだけど、でもコーナーがすごいしっかりしてるよ。そうですね、うん、全然あの途中からフッて離されたところもあったんで、うん、あ、楽しんでるなと思いながら見てたんですけど、はい、いやだから初めて乗ったからさ、あ、いいか悪いかが分かんない
確かに。でも乗ったことないんだから。パッと見てかっこいいと思うと、そこからどんどんこう興味が湧いてくる。そうでしょ。はい。だってさ、港区でさ G63 乗ってるやつっていっぱいいるわけ。うじゃうじゃ港区に必要ないでしょG63 なんて。はい、はい、だけどやっぱさかっこいいんだよ。あ、はい、なるほど。だからやっぱねこういうさ車高を上げてさくっどーみたいにゆっくり走ってるとさ、はいはい、かっこいいじゃん。確かに、まあ、正解ですよ。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうかね。全然辛口じゃありませんでした。すいません、9点です。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。